東京優秀第77回東京優秀2010年5月30日に東京競馬場で施行された第77回東京優秀について記述する。サツキ賞を勝ったビクトワ・アルピサをはじめ、同レース2着のヒルノダムール、休み明けで3着だったエーシンフラッシュらが出走を決めた。その他、アサヒハイフューチュリティステークスを勝ったローズキングダムやトライアルの青馬賞を勝ったペルーサ、 同じくトライアルのプリンシパルステークスを勝ったルーラーシップ、さらには NHK マイルカップを日本レコードタイムで勝利したダノンシャンティなどが出走することになった。トライアル競争での優先出走権を得た7頭に、加えリルダバルまでの17頭が賞金順で、また名称ウ渦シオが東海メロディ、ビートブラックとの抽選を制して出走可能となった。当初、 ビクトワールピサに帰場予定だった竹豊川落馬不詳の回復が遅れたため18年ぶりに出場しないこととなった。同馬にはサツキ賞に引き続き岩田光生が帰場する。また、ローズキングダムに帰場予定の小牧太氏は帰場停止となったため後藤博樹が帰場した。またダノンシャンティは骨折で開催前日の29日に出走を取り消した。 第70回サツキ賞 GI 第17回青葉賞、GI i プリンシパルステークス第15回 NHK マイルカップ GI 第58回京都新聞杯 GI2010 年5月30日第3回東京競馬第4日目第10競争天気曇り馬場状態量発送時刻15時40分前週のレースが雨の中行われたことや中間に雨の日があったものの レース当日はヨババで行われた。スタートで人気のペルーサが出遅れ、さらに、半袖バンドも煽りを受けて後方からの競馬になった。レースは、アリゼオが先手を奪い社員が2番手、コスモファントムが3番手につけた。ビクトワールピサは5番手につけ、これを見る形で、ルーラーシップなど有力どころが続き、ヒルノダムールとペルーサは後方の外目を進んだ。 前半の1000メートル通過が61秒6、さらにその後も1ハロン13秒のラップが続く、極端なスローペースになり、3コーナーを過ぎたあたりでペルーサが押し上げていく一方、うちにいたビクトワールピサはポジショニングを下げる形で直線を迎える。直線では、外からペルーサが来るが伸びきれず、変わってバグンの真ん中からローズキングダムとエイジンフラッシュ。 さらに窮屈なところからビクトワー・ルピサが追い込んでくるも、最後は、エーシンフラッシュが、ローズ・キングダムを抑え1着でゴールした。人気を分け合ったビクトワー・ルピサは3着、ペルーサは6着に終わった。優勝オーバー、エーシンフラッシュ2010年4月18日中山、競馬場優勝機種、内田博之2013年6月23日半身、競馬場データ、編集及び、 JRA 公式サイトの過去 GI 成績第77回東京優秀によるありがとうございます。